はい、ひとつきまんさしみずです、本日はですね、三浦瑠麗の旦那さんがですね、10億円詐欺事件というところで東京地検特捜部に突然家宅捜索ということになりまして、これについてですね、安富さんとちょっと話をしていきたいなというふうに思っています。安富さん、よろしくお願いします。まずですね、これ何が怖いかというとですね、現代ビジネスの記事によるとですね、実はこれ今回は東京地検特捜部が動いたんで刑事事件じゃないですか。なんとですね、この、お前10億金返せやっていう裁判がですね、すでに民事で行われていたんです。これいつ行われていたか、2021年にはすでに行われていました。裁判が開始したのは2021年6月です。はいはい、我々知ってましたかこれ。2021年6月の段階で、すでに1年半近く前に三浦瑠麗の旦那さんがね、すでに、10億円返せということで東京のですね、裁判所、これ民事で訴え始まっておりました。なんで我々は知らなかったんだ、どうしてだ。これやっぱり政治家たちもう、これ安倍首相とかも、安倍この時は首相じゃないか、安倍晋三とかも生きてたし、何より確かね、菅義偉 の内閣総理大臣だった頃に成長戦略会議とかに出てたんで、出てましたね、三浦瑠麗さんがね、政治の忖度があってですね、抑え込まれていたんじゃないかと私は思いました。だって2021年6月ですよ、裁判があったの。この名前からあったんやで。で、民事や、でもさ、でもすごいと思うのは、民事って普通、特捜部とか動かないじゃないですか。そうね。なんでそんなこと、なんでそんなことになる。で、今回はですね、三浦瑠麗さんはですね、旦那さんはですね、全く違う人だし、いや、私は何も知らないですっていうふうにこう言ってるんですよ、三浦瑠麗さん自身はね。で、言っているんですけど、ね。まずこれ会社の住所も同じフロア同じで、そして別居してるわけでもなく、むしろなんか仲睦まじい感じをアピールしていた。じゃあこれちょっと通じないんじゃないかなっていうところが。まあね。というわけでですね、この10億円引っ張ってきたね、三浦さんの旦那さん、三浦清さんなんですけども、一体どこの大学出てんだと、こいつは。どこの大学出てんですか。この大学出とんねんと、どこで勉強したらこんな悪いこと思いつくんや。あんまりもどこぞのエフラ大学、いや Z ランク大学やなということで調べてみたところ、東京大学安富教授、これについてね、東京大学教授の安富さんとこれについてちょっと批判をしたいと思うんですけど、三浦さんの旦那さんはですね、東京大学出身でございます。東京大学どこ、これがまた微妙なところでして、教養学部というですね、教養学部ね、はい、またちょっと法学部ではないんですよ、法学部ではない、はいはい、教学部といえばだから、あれですね、その文一に行けなかった分散を受けた人が、はい、リベンジで教学部に入ると就職がめっちゃいいというですね、はい、そうです、そうです、そのために教養部の教室知ってる？教養部の知らん平均点知らん、知らんよね、分散入ってね、教養部、教養部残ると思ったらね、教養大学の教養学部の授業の平均点が90点ですよ。それ大変やだ。ほう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 、なるほど、じゃあ努力されたの、努力されたの。いや、だからそれ赴任して初めて知ってね、ここの子たちは優秀なんだって、教養の平均点が90点超えてるって言われて、はぁーって言って、あんなもんで90点超えるんだったら、もう方向した方がいいぞって。おかしいです。どうやってそんなの実現するんだよみたいな。ちょっと東大、うちはネタで盛り上がってしまいましたね。びっくりしましたね。いきなりの衝撃でしたね、あれは。ちなみにですね、三浦瑠麗さん、ね、旦那さんが、教養学部なんですけど、じゃあ三浦瑠麗さん自身もですね、東大なんですよ、東大、で、東大の農学部です、農学部、はいはい、で、それからですね、大学院行ってですね、公共政策教育学部、
東京大学大学院公共政策学部と東京大学法学政治学研究科、こちらに行っております。で、これはですね、ちょっとじわっとくるポイントなんですけど、ロスジェネ世代なんですよね、三浦瑠麗さんって、1980年生まれなんで。またまさもそうだろうな。ね、で、なので、なかったんですよ、就職が。なかったんですよ、就職先が。もうちょっともう痛い、かわいそう。で、多胸が裂分、ける。三浦瑠麗さんか、旦那さん、どっちかは、山上容疑者と同じ年に生まれてますね。だから仕事がなかったんですよね。で、私、ただですね、一番のツッコミポイントを言いたいんですけど、これ、今回、東京地検特捜部動いたじゃないですか。東京地検特捜部が。で、これ、東京地検特捜部が、なんで動いたのかというとですね、この裁判を起こしている、三浦瑠麗の旦那さんに裁判を起こしている側の顧問弁護士、元東京地検特捜部長、大鶴元成さんが顧問を務められてるんですね。いや、お前、そんなとこに喧嘩打ったらあかんかや、もやばい会社やね、それ。う。もう、お前、元どんな東に京強いんで地す検特か。捜部の部長が顧問弁護士やってるようなところから10億引っ張ったらあかん。そんな三浦瑠麗さんですね、何を大学で、講演とかでされてるかというとですね、三浦瑠麗さんじゃない。三浦瑠麗の旦那さん。ちゃ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 、三浦瑠麗さんじゃない。三浦瑠麗いや、の、三浦瑠麗あ、さん。三浦瑠麗さんが何をね、大学、防衛大学とかで言われてるかっていうと、安全保障について言われてるわけですよ。お前のとこの危機管理なってないから。それは、ちなみにこれ誰が訴えてはるんですか？誰が訴えてはるですね、三浦瑠麗さんの旦那さんがトライベイキャピタルっていうところなんですよね。で、トライベイキャピタルを訴えているところっていうところがですね、メタキャピタル。メタキャピタル。何それ、もうなんか メタキャピタルがトライキャピタルを訴えたんですか？ですね、そこら辺ちょっとですね、会社がいろいろ不動産会社のマーキスっていうところ、まあ、ただこれは社長も一緒の税書さんっていう人がやっているんですけども、ここがやっているところなんですが、これソニーの出井さんも取締役を務めていた、なんと、メタキャピタルなんですよ。だからソあ、そうニーでのす出井か。さんちなみが、に次の本にちらっと出てきます、出井そうですさんね、が。出井さんがちょっと出てきますよね。で、ソニーの元最高経営責任者が取締役にいて、顧問弁護士は元東京地検特捜部長。やばい会社やね、もうそんな。使ったあかんって。そんなところからおね、金あげるんやったらいいけど。引っ張るってこれ相当やばい仕事なんやでっていうことはですね、で、しかも、なんでこれ、詐欺で訴えられたかっていうとですね、三浦瑠麗の旦那さんがその出資する人に説明をしていたのは、これ、週刊現代の記事による、現代ビジネスの記事によるとですね、トライベイキャピタル側が事業用か、用地確保のための必要な住民の同意を取ります。9万坪らしいです、これ、9万坪。で、その後でかいにね。10億円出資してくださいというふうにこう言うわけなんですけど、どうもですね、この事業用の確保を土地をするための住民の同意が取れてなかった。要するに、最初から話が食い違ってたっていうことなんですよ。あ、これ、一月万札に例えるんだったらですね、一月万札はね、安富歩という著名な経済学者、東京大学教授の方や、ね、元博報堂、元朝日新聞とかね、あと、今一章さんとかっていうね、この子供のね、取材について30年以上やられていた方々と、YouTube チャンネルを立ち上げます、もう契約書は巻いてありますというふうに言って、例えば出資を受けるとするじゃないですか。で、蓋を開けてみたらですね、安富さんとかに聞いたら、なんか清水さんとそれ聞いたことあるな、YouTube で見たわ、でも誰それ？みたいな感じ。それはダメでしょ。ね。ダメやけどさ、普通さ、それ民事でしょ？あ、民事よ。なんで特捜出てくるんですか？これはやっぱりさっきも言ったけども、事業用の土地を確保できている住民の同意は取れていますみたいな、そこをこう、
ちょっと持っちゃったんですよね。まあ、でもそのぐらいでさ、うん。動くもんなんですか、特捜って。まあ、金額がでかいっていうのと、だって元東京地検特捜部長が顧問今、ですそから。う、部長が言うてるからと言って、そんなやつだと言って、逆に問題やねん、それ。安富さん、知りませんか？知りませんか？何？私です。何？こう見えて、上場企業の監査役とかやったことあるんです。ああ、はいはいはい。ね？で、それでですね、私が一生懸命仕事をしたらですね、まあ、1、2億円の詐欺事件が見つかったわけですあれね。ですね、あれですね。ははい、大変でした。もう、一生懸命頑張ったら。いはい。ね？いや、もう細かい話をするとですね、なんか会社の経費で買ったiPhone とか携帯電話あるじゃないですか。ね？あれがですね、これどこにあるのって言ったらないんですよ。なんでないのって言ったら、打ってポッおお。ケに入れとったやつがいる。打って。そう。いや、これはそれはまあ、価値詐欺。ね、詐欺じゃないですか。で、そういう時にですね、詐やっ欺じゃぱない、り、窃盗やねん。まあ、そういうことをすると良くないということで、やっぱりおお。警察にも行きたいわけですよ。で、その時にですね、私、まあ、その時より前からずっと知ってたけど、世の中にはですね、ハンコ押すだけで仕事しないけど、数百万円もらえる弁護士っていうのがいるんですよ。います。それはですね、何かというとですね、元東京地検とかですね、肩書きがですね、あると。ハンコだけでお金がもらえるんですね。いや、この大す鶴ご元成さんが、い。それやとはどうか知らんよ。ただそういう人結構います。で、実務はそこの弁護士事務所の若い人たちがやるんですよ。だからちゃんと仕事はするんですよ、ちゃんと仕事。で、だから、東京地検特捜部の元部長のハンコがあると、地検が動きやすくなるっていうのはですね、これは、これまあね、よくある話ですから。よくある話ではあるけどさ、そこだけで動くもんなんですか、特捜っていうのはさ、そんなぐらいのこと。意外と動いちゃったりする場合あるよ。あ、そう。怖いですね。でもなんかちょっと印象としてはね、もうちょっとややこしくないと、割とシンプルな話じゃないですか。で、そのシンプルな話やったら、普通の警察で言えんちゃうの？だって刑事事件になっても。なるほどね。まあでも、そこら辺、これ以上先は、まあなんだろう、想像の域に。ちょっとね、ちょっと想像の域に達するので、なるかなんら、かちょっとあまり何も言えませんけど。だけど、まあでも少なくとも東京地検、一つ言えることは、東京地検特捜部長が元顧問弁護士を務めていると。ね。あ、いや、元顧問弁護士は元東京地検特捜部長であると。で、ソニーの出井さんも務めた、もうエスタブリッシュメントガチガチじゃないですか。そんなそば。う、なんかこう副社長とかもなんかそうやばいやつやで、だからそう、元そう官僚やで。だからそういうところから10億引っ張る。それちょっと怖いよね。気ぃつけた方がいいよね、いろガッツあるなぁと思うんだけど、で、いろ。ただこれね、安倍晋三さんが撃たれたからこれ動いたんだと思うよ。だっておかしいじゃん。もう民事で訴えられたけど、お民か事なんてしい。ほとんど報道されなかったじゃん。ねえ。そういうのも含め普通て、そんなね、週刊文春とか喜んで放送するネタですよね。なんかあったんすよ。なんかが。ああ。なんか恐ろしいね。本当に。こういうのを怖い見てるね。と。でもなんかでもさ、怖い、怖くない？ピンポーンって言って、ピンポーンって言ってさ、はい。ああ、すみません。東京地検特捜部のものですけど、ってやつが来るでしょ？ 普通に嫌でどうす。ですか、清水さん。そういう時の気持ち。私の知り合いにですね、ピンポーン、はいって出たら、あ、すいません、東京地検特捜部なんですけどっていう人、実際にいたんです、知り合いの社長に。ただし、それは、協力してくれませんかっていう側なんですよああ、ね。はいはいはい。聞き取りのやつね。聞きそっ取りちでで。も嫌やね。聞き取りで、いや、あなたが昔勤めていた、何が会社の社長にこういう嫌疑がかかってるんだけども、何かご存知ではありませんかっていう。でもさ、それでもこいつ相当緊張してたよ。
やっぱりそうや、もうそう。いちょっやいと、や、うわーとか言う。ういやいや、わーとかやろうぞ。もう普通に嫌でしょ。すぎ。考いやすぎ。関わりたくない。えたくないわ、考え関わりたくないよね。それがだからさ、ターゲットにされてきてごらん。もう終わりですね。どもう終わりです。うですか、その気持ちというのは。どんな気持ちやねんやろ。怖いですね、本当怖に。いね。怖いね。そう、避けたよ。でもそんな、こんな民事でも出てくるのね。それ、まあ一応だから、それをだから単に、なんていうの？民事上の損害賠償とかそうで済まないで、まあ、もう詐欺だと。いうことで、告発していたわけですよね、きっとね。刑事告発していて、それが、でも、普通の警察では、これはもあかんと。う、間に合わんということで、なぜかその、もう名前を聞くだけで、うーみたいになってしまう。だってオリンピックとか絡んでないと出てこないじゃん、普通は。まあ普通はで、あと、まあオリンピックよりだいぶ小さいサイズだけど、ライブドア事件とかね、そういうレベルあれじだっゃてないまあか。株式市場の根幹に関わる事件でしょ？いやー、だからそういう意味では、なんでこんなんでできたんやろうそう、な。なんか、背後になんかあんのかなっていう。で、ちなみにですね、そしたら、まじ、まあ、さらに怖いわ、訴ね。えた側が、にいるのが元東京地検特捜部。いや、そっちよりも訴えられた側が私びっくりしたんで訴すけど。えられた側の、この代理人弁護士、守る側、要するにミユラリの旦那さんに聞く方、なんと、元じゃない、統一教会現役信者。勅使河原さんと一緒に記者会見をした福本弁護士。なんでそんな人使ってんの？どうして？っていう、もう、いや、わそけれめっがちゃわびっかくりらしたんなやい、けど。も誰に紹介してもらって、どうやって知り合うんですか、そういう人と。まず、知ってるとしようよ。ね。その弁護士、福本弁護士って言うんだけども、知ってるとしよう。でもさ、使うか？このタイミングで。いや、だってさ、統一教会のそういう方って、ひょっとするとその情報がそっちに流れるかもしれないじゃないですか。まあちょっとそう考えちゃいますよね。もうそういう弁護士としてやってはならないことだし、そういうことをしないという前提で弁護士は成り立ってるとはいえさ、信仰とかあって、そっちの方にいてはんやったら、なんかそれを通じて情報とか流れてしまって、いや、かしいか、腐るほど弁護士おんねんから、わざわざそこ使わなくていいよねっていうのもうが普そ通のの考福えですよね。本弁護士さんはですね、信者で弁護士で消灯に豪邸を持たれてるんですよね。渋谷消灯です。超一流豪邸街なんですもうけ日ど本も。一も家賃が高いわ、家賃高いわ。家賃はですね、港区の方が高いんですけどああ、も、高いかね。地下広が高さい。何がと高いの、あれ。格。広さと格。消灯はマンションの豪邸街じゃないんですよ。一戸建ての豪邸街なんですよ。豪邸なんだ、ただのね。で、港区とかはマンションとかが、タワマンとかで豪邸が、高級住なる宅ほ街。ど。だからそういう感じなんです種類がね。違う。だから、イメージとしては、芦屋みたいな感じですね。どう考ちえてなみに、も。東京大学教養学部ですその弁護士やね。ろ。消灯にあるんです。消灯にあるんですね。消灯の横にあるんです消灯の西側にあるね、ところ。ね。で、それで、だから、渋谷からですね、歩いていくと消灯通るんです。だから私、よく消灯を通って、通勤してたんですけど、かつて。そういったここは一体何なんやろみたいな。なんか変な、全然街、周りの街とちゃうなと思ったら、なんかすごい家賃の高いところだって聞いて、そこにですね、こう、マンションの、あれが、なんか低いマンションが建つということで、で、それで、その、パンフレットがもらったんで、1個だと8000万とかからなんですね。3LDK やのに。あ、すげえなと思って、それで一回、だからショールーム見に行ったんですよ、私、帰り、途中に。普通そういうとこ行ったらさ、なんかいろいろ根掘り葉掘り聞かれたりさ、
特に東大教授が、東大教授、助教授やったけど、そのとこ歩いてたらさ、捕まりそうなもんじゃないですか。いろいろ聞かれそうなものにね、何も聞かれずに、何やこいつみたいな、提言な顔して追い出されたんですよ。東大教授のクソ、もう隠語抜きが間違って入ってきたんか。大学あっちですよって、そういう感じです、扱いとしては。違うんだよね。お前どうせ帰るわけないやろみたいな感 じ。そんな感じです。まあまあ、だから暑かったから、麦わら帽子かぶって、なんか首からタオル巻いてひげもじゃったりしたんちなみに、松濤で。はですね、どんな豪邸街かというとですね、ちょっと松濤か、隣のね、神山町っていうところとかに行くとですね、麻生太郎さんの家とかね、安倍晋三さんの家も松オウム濤。真理教の本部があったよね。オウム真理教の本部あったよ。オウム真理教の本部があったかどうか忘れましたけど、統一教会の確か、なんか関連施設はあったな。ああ、あるよね。で、ちなみに私、松濤ではですね、面白いエピソードがございまして、やっぱり散歩するのが楽しいんですよ、そういうところ歩いてると。テックテックテックって散歩するでしょ。で、散歩してすっげえ豪邸があったんですよ、松濤の中でも。すごいでかい豪邸だなーっていうのがあって、でっかい家だなーっていうふうにですね、一緒に散歩してた人とですね、おっきい家だなーっていうふうにですね、つぶやいたんですよ、歩きながら。ね。で、そしたらですね、ちょうど小学校の下校時間だったんですよね。で、小学生が、男の子がですね、テク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 ってね、私の、前2メートルぐらい歩いてたんですよ。で、私がですね、その豪邸を見てですね、おっきい家だねーっていうふうにね、別にその小学生に話しかけたわけじゃないんだけども、言ったんですよ。で、そしたらですね、その小学生がですね、くるって後ろ向いたんですよ。く嫌る。な感じ、なんで？で、こっからが皆さん。恐ろしい話です。まず、小学生の男の子、低学年でした。その子の顔がまずですね、まるで、なんて言ったらいいの？羅生門の、老婆のように歪むんですよ。ういやー、ーっ怖て。いよ。えーっ怖て、いよ、やめて、どうだ歪ろうんでですね、私に向かってこう一言言ったんですよ。パチンコ屋の家だ。って言って、くるって言って、テク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 って歩いてって、その子は松濤の別の家に入っていったって。いやー、あそこが日本一の豪邸街。子供にまで差別意識が植え付けられている。娘はこれぐらいの教育をしないとお金は稼げないんだなーって思いながら、晴れた春の日の松濤の豪邸街の散歩でございました。いや、すごいな、そういう感じこでした。れやばいよ、ほんまに。子供までこんな差別心、植え付けてるのが、すここのマジげえかよ、みたいな。あの辺のね、スタバとかでね、コーヒー飲んでるとね、隣の奥さん方とか、とんでもない話してるんや、でもう本当に、やばい。すよ。なんだ、その話みたいな金額のやばい話をでしてす、てやるばいんです、で。やばいです、本当に。あれ、やっぱりおかしいな、すごいところだね。どこのパチまンあ、コ何で屋？もいいやつと話がするじゃ、オウム真理教じゃないね。やっぱ統一教会統で一す。す教いま会、せん、統一間教違え会。てました。ね。あ、青で、山やね。じゃあ、まあ、青山や。なんでこの松濤の話になったかっていうと、三浦瑠麗の旦那を弁護する弁護士が、福本弁護士で統一教会の現役信者で、なおかつ松濤に豪邸を持たれてる方と。もう、怖いわ。ちなみに豪邸なん街ででもそんですな人ね、と付き合う？つきものなんですよ。例えば、何が？渋谷区広尾。これがああ。豪邸街です。ここはですね、大え川隆法の、宮殿のようなご自宅が。なんかね、そういうの多い。ようわからんけど。新興宗教。儲かるんかな？ようわからん。かるよね。やっぱ万博作りなんか余計になんかね。でもね、なんでそんな弁護士さん使うの？いや、自由ほです。んで誰なんをで使なんでうなのんも自で由ですよ。大自由だ丈け夫など。自由やけど、わざちょっと理由がよくわかんない。なんでここで？まあ、考えられる理由はやっぱ前からお付き合いがあったってことですよね、一つはね。まあ、もともとね。でも別に統一教会の信者だからといってね、付き合いをするなとは言いませんが、この言ってみれば、社会的生命が関わるタイミングで、ね、なんで検察、元検察の弁護士に狙われている状況で、
検察が踏み込んでくるときに、ようわからなぜ統一教会の弁護をしている方を使うかというと、統一教会に守ってほしいとかっていうようなことなんですかいや、ね。それはないやろ、いくらなんでも。ないよね。でも、そうでもないと、そのしないよね。普通に考えればですよ。ようわで、そんなことは関係ないかもしれないけど、なんか理屈が全然わかんない。理屈が全然わかんからん。うーん、そうですね。だって、安ない。なん田かさそのん説と得的か、な説明。例えばそうですね、本間さんが誰かに訴えられましたと。で、よし、統一教会の新現役信者の弁護士を使おうって思うかな？俺が今誰かに訴えられた。ね、よし、統一教会の信者の弁護士を使おう。あんまりなんか統一こう。教会に信者の人に訴えられたら使うかもしれないですね。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。確かに、忖度してっていうことで。あ、でもこの人あれなのね。東京大学法学部卒で司法試験合格です。検事なんや。検察官を経て熊本さ弁んっ護士て。になっている人ですね。あ別にね、誰使おうと自由なんですけど、あ。ちょっと不気味ですよね。この社会生命が関わっているところで、なおかつ、まあ、メディアに注目されるのも分かってるわけじゃないですか。なんでなの？よく分かんない。よく分かんない。ここら辺はもうね、もうよく分からない。お友達かもしれないね、年齢から言って。あ、でもちょっと上やな。私と同い年ぐらいね、この人。福本さん？私とばっちり同い年やわ。じゃあ、昭和63年。あ、違うわ。違うね、もうちょっと若いね。まあ別にどこにどの弁護士に頼むかどうかそれ自由とはいえですね、こうやって、なんで三浦さんは福本さん使ったのっていうふうにですね、思われるだけ損やんな。別にそんな別に無色透明な弁護士無限にいるわけだしね。なんだったら元警察の弁護士さんも他にいるわけなんだから。そっちにお金積んそちでらを当てた方が、いいような気す当るてけたど方ね。が、不思議ですね。こういう話はしてて大丈夫なんですかね、なんいや、まあ、か。大丈夫ってどういうこと？大丈夫ってどういうこと？大丈夫なんかな、なんか怖くなってきました、だんだん。まあ、どう。その件、特捜とか、統一教会とか、てんこ盛りやん、そんなん。なんかね、特捜。私たちがずっと話してた安倍晋三さんの話、三浦瑠麗さんの話、ちょっと特捜の話、てんこ統一盛教り。会の話してきましたよ、いろいろ。なんで一箇所に集まってんのよ、これ。なんか一箇所に集まっ行ってなて、んか。ちょっとね、濃度高いんですけちょど、っと三浦瑠麗さんの本当に、濃度高いね、今回の件は。まあ三浦瑠麗さんの旦那さんですけどね。それと、なんかそんな、こんなに濃度の、一つき万冊ネタがなんか、てんこ盛りみたいになってる。まあ、最近ちょっとな、統一教会ネタとかでも、ちょっとあんまり伸びひんかったから、ちょっと三浦瑠麗さんっていうスターが忖度してくれた？なけないでしょ。ミュラルジさんは強いね。三浦瑠麗さんね。で、ちなみにですね、やっぱり私、人気ありますね。三浦瑠麗さんのですね、本全部読んでるんですよ、全部。これでですね、最新刊と一番最初の本は分かりやすいんだけど、途中に出してる本何言ってんのかね、もうわけわかんないんだよ、本当に。私がおそらく読解力がないアホだからだとは思うんですけども、本当にね、何を言っているのかわからない本なんで、これ。で、これね、三浦瑠麗さんの最新刊はですね、孤独の意味も女であることの味わいもっていう本を出されてるんですよね。まあ、あれで、が最新刊なんですね。これが最新刊です。これが最新刊です。それは別に後味のいい本ではないですよね。これはどういう本かというとですね、三浦瑠麗さんが思春期の頃にですね、男の人たちに連れ去られて乱暴されて、それをお母さんに話せなかったっていう話とか、あとは、まあ、ご自身が妊娠した時に、お子さんを亡くしてしまったっていうような話とかですね。まあ、非常に、かわいそう。
な話、そして怖いです、ね、あのそういう話がいっぱい載っていて、で一番古い本はですね、岩波書店から出たシビリアンの戦争、デモクラシーが攻撃的になるっていう、うん、でまあこれなんですけど、あの私これ読みました。でこれはですね、うん、2012年に書かれている出されている本なので、三浦瑠麗さんが30歳の時にね、あの書いている本なんですけども、まあ、これあのどうして民主主義がね攻撃的になって戦争を起こしちゃうんだろうね、民主、まあ、アメリカが一番さあの戦争を起こしている国で、アメリカは一番民主主義の国家、うん、ね、あれでも民主主義って平和を守るためって教えられたのに一番戦争してるじゃん、どうしてどうしてっていう、まあ、素朴なね、20代ずっと勉強されてきた人がですね、ウブな人があのどうしてっていうふうにかん、あの疑問に思って書く本としてはですね、まあ、普通の本です。普通の本でしたね。あのとりわけですね、なんかすごい新しい視点があるわけでもなくってですね、でもまあ、あのこういうふうにな疑問持つ人いるよなっていうような感じの本なんですけど、私がね思うのは、あの三浦瑠麗さん20年前30年前にこういう本書いてたらですね、東大を出てですね大学院まで行ったんだったらポストがあったんですよ。あったけど、残念ながら三浦瑠麗さんはこういう本を書いてもですねポストがない、自営業をやってるわけですよね、うん、で、旦那さんもロスジェ世代なわけでしょ、うん、でそんなあのお二人がですね、うん、政治とかあのマスコミとかそういう方向に、まあ、近づいていって生計を立てていった挙句、最後の最後にですね元東京地検特捜部のですね顧問弁護士がですねあの勤めてるようなところから10億円引っ張って、えらいこっちゃと、もうなんか怖くないですかそれ。結局エスタブリッシュメントに踏み潰されたロスジェネ世代という点ではですね、正直正直ちょっとかわいそうと思っちゃいました。私いやもうちょっと胸痛いよ、胸が痛むね。いやここでさあの血祭りにさあげた方がさ、あの火あぶりにした方がさ伸びるんだと思うけど、三浦瑠麗さんのこの事件の裏にいるのは、まあ、三浦瑠麗さんの旦那さんの裏にはいろんなさもっとやばい既得権益あると思うよ。そっちじゃなくて、そうでしょう、そりゃ。旦那さんをディアブルにすることによってそっちに行かないのであればですね、それはちょっとおかしいでしょって思っちゃうけどね。あと事件としては割と、しかもあの、まあ、微妙やん、うん、完全な嘘ではないですよね。つまり説得をしてうまくいったと思ったんですっていう話じゃないですか、うん、でもうまくいかんかったんですっていう。それはあるといえばあるよね。だって説得に成功したといってもなんかまた途中で期限、うん、期限があるからだったりとか、あるいは全然違う人が出てきたりとかあることですから。うん、うんうん、その純粋にさ、うん、ありもしない土地をあると思い込ませて。うん、東京も東方を偽造してとかそういう話じゃないじゃないですか。で言ったけど実はそのどこにもそんな土地あらへんやんけとかいう話じゃないですよね、うん、そうね、うん、まあ、微妙じゃない、うん、なんでそこでここまでの恐ろしい目に遭わないといけないのか。まあでも金額が考えると金額ですか、ね、金額がでかいから、金額がでかいからな、うん、これが10万円ぐらいだったら10億やからね。10億やからね。でもまあそれもさ、うかつじゃない？突っ込んだ方も。まあ。1回ぐらい見に行った方がよくない？ 10 億突っ込むんだったら。それは当然あるね。うん、自分でもちょっと調べて、全然聞き取れてない、どう取れへんけ、取れ取れへんけとかっていうぐらい意見は分かるような気がする。うん、そりゃそうだ。それ騙されたっつって、中国それで突っ込むってなんでなんですかみたいな感じで、いろいろ変ですね、いろいろね。ちなみに、ですね、福本弁護士が入っているのは、うん、その事業用の土地をすでに持っていた、会社から、買収しようと思った時にトラブルが起きて、そこに三浦さんがついたということで、今回も三浦さんの弁護士が福本さんかどうかはちょっとまだわからない。だってあ前ね、うん、まあ前だってまだあの地検特捜部に踏み込まれたばっかりだから。
ああ、今回なるかどうかね。うん。その以前に、でもその土地に関しては、それがそう、いるわけですね、その使方われが。てるわけです。使われてるわけです。ようわからへん。なんか、ちょっと何もよう分からへんから、何も言えませんけど、なんかいっぱいね。ただなんか怖い、なんか、何これ。悲しいのがさ、悲しいのが、ああ。やっぱロスジェネ世代としてはですね、三浦瑠麗さんが、自分自身のね、30まで大学院にいてですよ。で、職がなかったと。自営業に今いるわけじゃないですか。ある意味、高学歴プアですよ、言うてみたら。いや、ほんま、もう、プアじゃね。ないだろうけど、高学歴プア予備軍でしたね。予備軍だったけど、まあ頑張ってさ、自営業でやってるので、おうおう。その自営業で自らの才覚をね、まあ勉強一生懸命してさ、やる果てが、自民党にすり寄るとか、で、旦那さんは、大学、東京、東大出て、マッキンゼーまで行って、なんか外務省とかまで絡んでいるにもかかわらずですよ。なんか、こんな詐欺事件で金引っ張るぐらいしかできひんの？とか。で、明らかにこの裏にはいろんなものがあると思うよ。あるにもかかわらず、三浦さんの旦那さんがまず一番のやり玉になるっていうのが。いやー、なんかそう、もうなんかなんね。かね、もうちょっといろいろ釈然としちゃって、当然やっちゃいけないことですよ。やっちゃいけないし、三浦さんの発言とかですね、旦那さんのことやっちゃいけないことだし、三浦さん、瑠麗さんのやったこともですね、言ってきたことも結構変なこと多いよ、多いけど、なんかね、なんか、釈然としないんだよそんな最悪の展開、ね。うん。ちょっと嫌ですね。非常に。どうしちゃったの？ちょっと相談に乗ってくれはったらお話聞きますよ、三浦さん。いや、ほんま。ほんま。それぐらい。どないしちゃったの？どないしちゃった？ちょっと心配。心配してます。三浦さんには大変お世話になってるのね。まあ、三浦瑠麗さんにはね、大変お世話になって、再生回数も稼いでいただいた手前ですね、テレビにもし出れなくなったら、にぜひ出てきてほしいなというふうに思いますけどね。そうですね、いいですね、いいですね。著者として出てきていただきたいところではございます。結構ね、その、なんていうかな、明らかに三浦瑠麗さんって喋ってるとか発言してることっていうのはさ、本心じゃないですよね。いやー、全然本心には思えないね。思えないよね。やっぱそういうのが計算でお話しなさってるじゃない。計算して、これが受けるんやろな、これが当たるんやろなっていうふうに考えて、こうやってる、そういうイメージですで、ね。これを言うと、その、たぶん安倍晋三のような政治家から引き上げられるっていうような、そういろんな計算でお話になってますよね。それから抜け出すチャンスかもしれません。そういう意味でぶっは、ちゃけ、ええんちゃう？ぶっちゃけられた方が、今このタイミングでね、意味のある。人生を歩めるのではないかと思いますけど。このままテレビとかに載せられ続けて泳いでいっても面白くないですよ。面白くないというか、こうやって結局火あぶりとして使われて終わりですよ。そうね、最後はこう手のひらを返すんだよ、あいつらね。本当に。その時にはさ、うわーって持ち上げるだけ持ち上げといて、ピシャーバシバシバシみたいな感じで。やるよ。ユダヤの石打ちの刑みたいなことしよるんですよ。で、それで再生回数というか視聴率を取って、はい、次誰かなみたいな、そういう感じで動くからそういうな。感じで使ってくるからね。そういう時にはやはり、一月万札でしょ。いや、そういうとこそですね、安倍晋三さんだって一月万札に出てですね、さあ、晋三よ、その心の中の本音をすべて告白するのですっていうふうにですね、この安富教皇とですね、清水の魔王にですね、ちゃんとね、話をね、しているはですね、あのようなことにはならなかったわけでございます。ならなかった、間違いなくならなかったけど、君はもうとっ本くの当昔には努力してね、る。サラリーマンを続けていたかったんだろう。いや、もっと前、本当は映画監督をやってたかったんだろうと。別にやりたくもない政治の道に進んだんだろう。僕はわかるよ。そうだろう、心臓。って言って、そこで、そうなんですっていうふうに言ってたら、もう政治家なんかやめたいんですか。もうすごい輝かしい人生が待ってたよもうね。輝かしい実のある人生が。
待っていたと思うよ。三浦瑠麗さんもチャンスじゃないでしょうかね。しかも、三浦さん自体は何も悪いことしてないんだから。何もしておられない。ね。言いがかりはつけられますよ。それなんか太陽光発電旗振ったとかさ。でもそのインサイダーでやってこの盛り上げてるとこっちの金を回す思ったやろかとかって、悪口を言う人はいっぱいいると思うけどさ。でもで、ね、どうして全部捨てたやろとか言う悪口を言う人もいっぱいいる。でもそこに関してはもしかしたら本当にそうなのかもしれないからまだ。かもしだっれない。てかもし電れ車戦略会議で言い過ぎないやもう太陽光発電、太ない。陽そうなんよね。光。いやだから、そうなんだけどさ。いやでももさ、しそれは一般的な話、いや、こういう経理も迷しう、一か般し的たなら、話もししてかみたしたら、本当にこの旦那さんと愛し合っていて、ね、こうもう生き延びていくために頑張って、私は利益誘導してくるから、お金引っ張ってこいみたいな感じで、この世の中を生きていこうと。ね、でも仮にそうだったとしても、なんでそこもうまそでこで追い詰めいい。られたんだよと。それはいろんな時代とか、どんと君こたと。ちがお金を引っ張ってきてね、すり寄っていった権力者に自殺回生されるんだよと、このままでは。意味のある人生歩めないんだよと。正直に生きようよと。その方が心も癒されるよと。っていうふうに思うけどね。いや、やった、三浦さやっん。たあかんことではあるよ。だけど、ここで突っ張っても、なんか余計悪化しそうなね、気がするな、俺は。余計ややこしいことになっておもちゃみたいなことになりますよ、おもちゃみで、そして、おもちたいゃ。それは、河合案里の本ですね。はい。な。タイトル、おもちゃ。あれもね、この河合案里との対話、おもちゃという本があるんですが、これもやばい内容やったやな、ばい、もう。やばい。位置としては似てるよね、位置づけとしていはや、ね。似てるね。似てるね。似てるでしょ、安倍晋三さんの周りでね、ちこうな目みに遭っに、た人そういう意味ではですね、次、火が。あぶりになるのは杉田水脈さんだと思いますよ。もう安倍さん守ってくれないしね。ね。まあ、いろいろありますよ。いろいろある。痛いわ。それも杉田水脈さんが、まあ敵ですよ、私にとっては。まあ、そうですね。LGBT の この直発想。接敵ですよ。まあ、もう本当そんな感じの人ですからね。直接敵だけどさ。でもそうやってされるの、こう、なんかちょっとね、受け入れられないね。でもぜひ杉田水脈さんもね、そうなったら、一つ摩擦に出ていただいてです。思いの丈を語っていね、ただきたいなと。私は本当はそんなことしたくなかったんだというふうに。ね、で、もう一人やはりですよ。太陽光発電。そして女性。そして政治家。といえば、大物が言え一人ば、いるじゃないです久しか。ぶり、久しあ、ぶどうり、も、やっぱどうも、大久変しおぶ世りで話にごなざりいまますしすたと。ね。小池百合子最さ近んおです元よ。気でなくて、最近元気がなくて、はい。ちょっとね、覚醒がなくて困ってたんですけどはね、い、三再生浦回瑠麗数。さんの夫の会社ガサ入れの波紋、遠く小池都知事と太陽光発電の関係を、まあ、これ実際に太陽光発怪しいよ電、ね、こっちの方が怪こしい。っちの方がやばいやろ、三浦の旦那よりも。特捜がこっちってのは分かるんですよ。はい。それガチで権力使ってるからね。で、それ太陽光発電義務化する条例作って、はい、こっち義務化されてこっちに流してくださいとか言ったらさ、俺はちょっとさすがにさ、特捜事故になって感じするんだけど、こっちなら分かるんですよ。そうです。だって、太陽で、光実際発そっ電ちに来の、るのかもね。やつで、詐欺られた、詐欺で起訴されたテクノシステムという会社があってですね、そこから小池さんお金受け取ってるんですよ。受け取ってる。ね。にもかかわらず。そっちにつながってるってことはないんですか、これいは。や、これないでしょ。関係ないでしょ、それないは。か、関係ないよね、どういうのもな、東京都ってだけやな。どうだろうな、こっちに伸びてくれるやったらもうワクワクなんですけどね。まあ、そうだやけど。まあ、なんか、でもね。いや、もうちょっとなんかかわいそう。
かわいそうです、やっぱり。ちょっとさ、そんなハンマーでさ、虫ん。叩き潰すようなことしないで。まあ本当叩き潰す相手はいっぱいいるんだけど、三浦瑠麗さんと三浦い瑠麗るのよ。旦那をね、叩き潰すことによって、後ろ側にいる人たちがですね、叩かれないのであれなるんば、じゃないの？許されないよね。ちょっとそれは後許ろせのやない。つ引っ張り出すためにしょうがないっていうのはわかるけどさ。ここだけで切ったりしたらちょっとひどくねって。それは結局、じじいどものですね、権力が守られるために、三浦瑠麗さんとかが火炙りになっただけっていう。しかで終もわっ三ち浦ゃう。瑠麗さんご本人なんかが言った場合、直接やられてなくて、それでさ、テレビ局になんかその攻撃されて初めてなんか火炙りになって、職場全部なくなってみたいなことになったらさ、ちょっとやっぱこれ実権問題ですよね。まあでも、もうインサイダーの方があればね、別だけどね。いや、インサイダーがあったとしてもですね、別このに、件とは関係ないもんいね。えいえ、この件とは違う関係違う、ないもんね。どんな罪を犯した人にも人権が存在してですね、ボいロや、クソまあにそう言っやていいというわけではないっていうのがこの人権ですから、まあ、たそうだです日ね。本に人権意識なんかございませんので、もうこれはもうですね、疑わいしや、きもうは一今票投げろみたいな感じですね、こうやるのが、日日ね本の伝統文化でございのますの始で。まる始まるやっぱ始まってんの、ルーラルリー様に対して。いや、もう始まってますよ。う始まってる。わうわでも、そのことに関してはね、そう、絶対やっちゃダメだと、やっぱり、言いますね。言わざるを得ないです。そんなに、今、まだ何も分かってない、この段階で、どんなに気に入らないからといって、三浦瑠麗さんを叩くとかっていうようなことをするのはですね。みんなで意思投げるとかしたら、それはちょっとイエス・キリストが止めに入る。安富さんはさ、ちょっと道徳心が足らないですね。そんなことを言うっ て何こそとは。れ。安富さんは道徳心が足りません。日本人としての道徳心が足りませんよ。そうかもしれない。何を言ってるんですそうかか。もしれない。日本人の高い道徳心があるからこそ疑わしきには一矢報いた。何むや、せるわ、もうも何を言ってます。そんな道徳とか分かってないからね、本当にもう安富さんもここでこんなこと言うなんて、もう日本人の高い道徳心と同族意識と島国根性があるからこそ、こういうちょっとでもおかしいというのがあったら、もう叩くというのが高いモラルなんですよ、日本の。これが日本人の私すぎはる。高い道徳心だと思うんですけど。間違ったこと言ってま本当すか、そうだよ私。ね。そういう人、そういうのを道徳だと思ってるよね、みんなね。いや、それが道徳です。日本の。それが道徳だ、それが道西徳。洋の言っている人権的な考え方なんていうものは日本には根付いておりませんから、そのようなものは。で日も本にはそう日だけ本どの道徳心というのがあってですね、疑わしきには一さ。矢報いたというのが道徳心でございます。だって、高い人権意識と道徳心とね、法律に基づいた考え方で言うんだったら、山上容疑者がですね、これから、刑事裁判を受けてですね、罪に問われて、まあ、何十年かしたら出てくるわけじゃないですか。で、皆さんの家の隣にですね、すみません、最近引っ越してきた山上ですっていうふうにですね、来たらですね、この人は罪をもう償っているんだから、もう前のことは全部なし、普通に接しよう。できますか皆さん。いや、ちょっと怖いよね。できるでしょ？できるでしょ？すごいね。でも石坂圭さんは、でっかしたって歌いましたからね。いや、だからそれも違う話でしょ。ね、でかしたーとかって言うのもまた違う。だから高い道徳心なんだ、あれはあれで。もね。赤穂浪士みたいなふうに思ってあるれんもおだ。かしい。赤穂浪士あれがもおかしい。高い道赤徳穂浪心士な、まあな。そとが現尖れるる十し、のもう法律を無視してね、もう訳分かもうれへん。わーってこう自分でボコボコにする高い道徳心に現れる。ただし、赤穂浪士たちはその後で徳川の裁きにちゃんと自らね、浴びるとね。いうことを選択しておりますけど、まあ、他にもいろいろあるチェッポクになりましたね。チェッポクになりましたね。チェッし、ポクになりましチェた。ップグリになりましたね。他にもいろいろあるけチェッどポクになりね。ましたね。まあ、いろいろある。いろいろあるけど。だからそんなね、まあ、だからさ、なんかその、疑そういわうしなんきにかはちょっ罰せとず。ちょろまかして。それは日本の道徳心と果たして、叶うものなのか。
これがやっぱりすごく考えるべきポイントそう、だなんとか思うね。な。まあ、そうね。でも、でもやっぱりちょっと、やっぱ、ああいういい目にあって、いろいろやりたいと、一度も思ったことのないものだけが、この女に石を投げようって感じだと思う。三浦瑠麗の旦那さん、私、登記簿謄本調べました。ご住所が六本木ヒルズ36階でございまして、これはですね、ものすごく家賃が高いところなんですね。ですね。でも別にいいんじゃん。別にどこえ、住んでいいるじゃんね。ね、でもなんか日本っていうのはなんかこういうちょっと疑いがあったら石を持て。ただ、みんなで一緒だそれをさ、でもですよ、それがよ。いけないことなんだっていうふうに押さえつけるのもまたちょっと違うから、だからもう、じゃあ日本のモラルとか道徳とか文化と、まあ西洋の文化、道徳、モラルとの違いと、じゃあ日本に合っている、その政治統治のあり方とか、社会秩序って何っていうところまでやっぱり考えないとダメだと思うけどな。なんせ水戸黄門が大好きな国ですよ。ね。さあ、なんかお偉い人がさ、なんかお忍びで旅してさ、なんか悪いやつ見つけたらさ、先の副将軍でござる、ザクーとかっていうふうにやってですね、お前裁判官でも何でもないやんけっていうのは、いまだにわーって、遠山の金さんとかもやばいじゃないですか。裁判官兼捜査官とかおかしいでしょとかって、そういうのとかも全部含めて、やっぱそこはちょっと考えるべきポイント。ですよね。ただそれについて議論を言い続けると、こう止まらなくなるので、まあ三浦瑠麗さん、もうこの辺で止めますか。旦那さんがね、まあ10億円をこう詐欺をしたということいや、で、まあ、そうね。東京地検特捜部入られて、ただまだ今の段階では家宅捜索だけで、別に逮捕も何もされてないし、刑事裁判もね、行われていないんだけども、だけどやっぱりなんでこれが起きたのか。で、その裏に三浦瑠麗の旦那さんよりもっとやばいやつおるんちゃうのっていう、そこがなんかね、そこがね、なかったらね。なかったらなんか東京地検特捜部がね、動いて高橋治之だけやべえなんでんすよ、で？政治家までいかんかったみたいな話になったら、私はちょっと違うなと思いますよ。はい。まあそんなわけでね、今日は休みすぎて、久しぶりに三浦瑠麗さんについて。そっちさっきやってるな、東京地検。まあまあ、でも最五初輪のに、方先やってほしいな。いや、そうなんですけど、というわけもうで、いかんのかな、やっぱりいかんのかな。ロスジェネ世代としてはですね、この東京オリンピックは途中で閉会されてしまった。なんかシビリアンの戦争っていう本を書いて、一生懸命頑張ったけど自営業しかできん、このなんか、日本の社会構造というところで、しかもそれを作り出したのは自民党で、その自民党にすり寄った三浦瑠麗さんで、その三浦瑠麗さんのそうよ旦那さんね。はそのエスタブリッシュメントから金引っ張って叩き潰されようとしてた。もうなんかもうやっちゃいけないことはやったと思いますけど、怖なんかね、い、世の中歪んどる、結構地獄やね。地獄でご結構ざい地ま獄す。やね。すっきりしない話題でしたね。はい。今日も読書ということで、チャンネル登録といいね、よろしく。じゃあねー。